入学金、年間学費、諸費用などを書いています。これはまだいろいろな奨学金をディスカウント、割引していない状態です。この表の下に書かれてあることもご確認ください。募集要項4ページ奨学金制度 A 早期出願特待制度免除12月末日までに受験した場合年間学費から入学金相当額を免除します。初年度のみ免除です。表の下側の4つ目、早期出願特待制度にある入学金相当額とは、自動車整備学科入学金16万円、それ以外の学科は入学金10万円とします。高資格検定取得者特待制度免除、N1 なら15万円、N2 なら10万円、N3 なら5万円、在学期間中毎年免除をします。3年生なら3年間です。また本校の入学手続き後に日本語能力試験に合格の場合、2023年4月末日までに証明書をお送りください。後期の学費から免除します。対象は入学前に取得された方となります。例えば N3 ないです、でも先に穴吹カレッジの入学試験を受けました、そして合格しました。その後2022年12月の JLPT 試験を受けました、 N3 に合格しました、もしくは N2 に合格しました。2023年4月末日までに穴吹カレッジに合格通知書を提出してください。そうすると穴吹カレッジの入学試験の後に JLPT を合格された方でも入学前であれば高資格検定取得者ということで N3 なら毎年5万円学費が安くなります。こちらは1年生の後期の学費から免除します。募集要項3ページお金の支払い方法です。初年度はコロナで大変ですから5回に分けて払います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目です。表の見方です。私は N3 を持っていません。でも12月までに試験を受けるということはできると思います。その方は早期という奨学金が利用できます。もし穴吹カレッジを合格した後に12月の JLPT で合格をしたらこのように安くなります。初年度は5回に分けて払いますが、1回目は入学手続き時、2回目は来年になります。それまでゆっくりとアルバイトでお金を貯めておいてください。3回目は3月末、4回目5回目は入学した後になります。7月末と10月末です。では1回目の入学手続き時というのは、募集要項5ページ入学試験日願書受付期間という表にありますが、例えば入試日10月7日に入学試験を受けて合格された方の第1回目の入学手続き締め切り日は11月10日となります。この日までに第1回目のお金を納入するようにしてください。2年次3年次は入学金がありませんから1年間で4回に分けて払います。2月末、4月末、7月末、10月末というふうになります。
奨学金を利用した場合です。国際ホテルビジネス学科を例に説明します。入学金10万円、1年次学費65万円、諸費用12万5千円、1年次の合計は87万5千円となります。 N2 合格者の方は早期出願という奨学金と講師格の N2 合格を利用しますと67万5千円、 N3 合格者の方は早期出願という奨学金と講師格の N3 合格というものを利用すると72万5千円。何も合格していない人でも早期出願という奨学金を利用すると77万5千円となります。2年次の学費は65万円、諸費用12万5千円、2年次の合計は77万5千円。 N2 合格者の方、N3 合格者の方、合格していない方、2年間の合計は165万円。 N2 合格者の方は奨学金を2つ利用すると135万円、 N3 合格者の方は奨学金2つを利用すると145万円。合格していない人でも早期出願という奨学金を利用することで155万円となります。奨学金を利用することで N2 合格の方は2年間で30万円、 N3 合格者の方は20万円、合格していない方でも10万円安くなります。入学試験は9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月と各地区での開催を予定しております。入学定員に達した場合、学科ごとに願書受付を締め切ることがございます。ご注意ください。各日本語学校様で何名か受験者がいらっしゃる場合はあらかじめご相談ください。校内団体受験という形も取らせていただきます。また入学試験を希望される学生様には願書の書き方指導はもちろんですが、入学試験の対策も行っております。面接の練習だったり、日本語試験の練習、作文試験のポイント説明などもオンライン等で行っておりますので、何なりとお申し付けください。